さっき、ひなあられを入れるお皿ってあるうんえー、っとひなあられに合いそうなのはこれかなありがとうかわいいねこのお皿あずさおさんすごく歌うまいねびっくりしたよありがとう <laughs> なんだかちょっと恥ずかしいなそんなことないよ すごく堂々としてたし、すごいね、あずさわさん。一人でそんなに頑張れるなんて。<laughs> なんていうか、すごいコミュ力。さすがアイドルというか。うん。すごく明るいよね。一緒にいると元気が出るっていうか。いっちゃん、ほなちゃん夕ごはん やっぱり二人の分も作ってるってありがとう咲おばさんのご飯おいしいから楽しみだなう,うさぎ風メイクそんな名前のメイクがあるんだうんすっごく目元が可愛いよね <laughs> そうだね先に似合いそういっちゃんは髪真っ黒でまっすぐだもんね サラサラで羨ましいなぁ。私はさっきのふわふわした髪の方が可愛いと思うよ。ほんとくせっけですぐ爆発しちゃうけど、朝頑張って巻いてよかった。一旦休憩挟もうか。ほなみもずっと喋ってると疲れるでしょそういえば、いっちゃんてば体育祭の準備中、ずーっと私の体調を心配してくれてたでしょ。え なんでそれそれくらい、顔を見ればわかるよ。うーん、そっか。みんなで遊びたかったな。さっき。そうだ。もしよかったら、うちでお泊り会しないお、お泊り会楽しそうあ、そういえば、ホ波、その、最近、クラスのことはどう おありがとう、いちかちゃん。心配してくれて、大丈夫だよ。ちゃんとみんなと仲良くできてるよ。そっか。ならよかった。あ、片付けは私がやるから、コップとかそのままでいいよ。そういうわけにいかないよ。私、コップを持っていくね。あ、カイト、ミクたちはいる視聴覚室。 この間、さっきから置いていったクション映画、カー、見てる。そっか。んじゃあ、邪魔しちゃ悪いかな。び、びっくりした。さっき、大丈夫おうー大丈夫だけど。こ、こどこ、どこすっごく。 ねえねえあたしもはるかちゃんが聴いてた曲聴きたい <laughs> はいはいちょっと待ってねほらさきも食べよううんいただきまーすいっちゃんはどう私も今日は特に予定ないよじゃあうん久しぶりにお邪魔しよっかなやったー ありがとう、いっちゃん。一緒にいろんなメイク試そうね。あ、せっかくだし、ヘアメイクも試したいな。いいよ。さきがやりたいこと、全部やろうよ。いっちゃん、ありがとう。よーし、そうと決まれば、家にあるファッション誌集めとかなくちゃ。さき、もしかして、そこに載ってるメイクとか髪型とか。 全部試すって言うんじゃ。えへへ、もちろん。はいはい。付き合うよ。これからは、みんなでフェニックスワンダーランドにも行けるし、ショッピングモールに買い物にも行ける。4人でやりたいことができて、やっぱり、すごく嬉しいな。そっか。じゃあ、一つずつやっていかなくちゃね。先がやりたいこと。うん。はあ なんかお腹すいちゃったな。そうだね。何か食べて帰ろうかうん。さきは何食べたいえへへ。タピオカの話してたらなんだか飲みたくなってきちゃった。じゃあ飲みに行くライブハウスの話ももっと聞きたいし。さ <laughs> き <laughs> が楽しそうでよかった。そっか。 それで秘密にしてたんだ。うん。心配させちゃってごめんね。どうしてもサプライズ、成功させたくって。<laughs> しょうがないな。あ、待って先、ストップえあ、はい。ごめん、急に大きな声出して。そこに花があったからつい。あ、本当だ全然気づかなかった。 教えてくれてありがとう。ギリギリ踏まなくてす、んでないちょっと、葉っぱ踏んじゃってた。う、どうしよう。この子枯れちゃう。えっとあ。これくらいなら大丈夫。この種類の花は丈夫だから。ほんとそっか。よかった。花言葉とか。 昔いっちゃんからたくさん教わったよねそんなこともあったねうん入院してた時とか家で寝込んでた日とかお見舞いにいっつも花持ってきてくれてこの花はねって話してくれたよねうん懐かしいなあんまり豪華なのは買えなかったから毎回花言葉調べて一本だけ選んで <laughs> 花屋に行くの楽しかったな。あの頃は小学生だったから、店の人がおまけしてくれたりして。私が今退院して元気でいられるのも、いっちゃんの花のおかげかも。もう先は大げさだな。これからは、一緒にたくさん花を買おうね。先あ、桜だ。ストリートライブの帰りに、 咲いてるの気づいたんだ。ミクに見せたくって。ふふ。ありがとう。なんだかこの桜、今まで見た桜よりも、綺麗に見えるよ。うん。私も、ミクと、一緒に見てるからかな。え私とうん。大事な人と見る景色って、一人で見るより、ずっと綺麗で特別に見えるんだ。 桜も、星空も、教室も、ミクは私にとって大切な存在だから。きっと、今日の桜が綺麗に見えるんだよ。生きか。あの、それじゃあ、みんなで思い出を作りませんかえせっかく遊ぶんですから、いろんなところに行って、 みんなで新しい思い出を作りたいなと思って。えっと、草薙さんたちと一緒に。あううん。うん。でも本当に良かったよ。このままライブしても通用しそうだと思った。あ,ありがとう。志保にそう言ってもらえると。 すごく嬉しい。そううん。志保の望むレベルにたどり着くのが、今の私の夢だから、志保が思いっきり演奏ができるように。私、頑張るよ。一か。うん。ありがとう。うん。ライブ、見に来てくれるといいね。志保の誤解も解けたみたいだし。別に、 私のことはどうでもいいって。私は嬉しいよ。しほのこと、これからもっとわかってもらえるかもって。恥ずかしいこと言わないでよ。ほら、授業は始まるよ。行こう。先が戻ってきてくれてよかった。私、すごく嬉しいよ。ちょ、ちょっといいちゃんそんな真面目な顔されたら、照れちゃうってば。そう でも本当のことだしえー、ありがとうふふさきちゃんたち楽しそうだね今日は誘ってくれてありがとういちかちゃんううん私もみんなが来てくれて嬉しいよ私たちがいつも一緒にいられたのはいっちゃんがバランスをとってくれてたからだと思うんだよねそうなのかな私はただみんなで仲良く一緒にいたいっ 思ってただけで私それが一番嬉しいよサラダとか食べないの栄養のバランスも偏りそうだけどそういうの気にしたことないかもでもさっきも結構偏ってると思うご飯がお菓子でおやつがその買ってきたパスタでしょそそんなことないよ ちゃんとパスタはご飯として買ってきたし。購買って、こんなに色々お菓子が置いてあるのね。そうなの。これなんて最近出たばっかりの新作お菓子だよ。そうやってお菓子ばっかり買って。いっちゃんだって焼きそばパンばっかりじゃん。<laughs> これからは、病院じゃ食べられなかった美味しいもの、いっぱいいっぱい食べようっと。<laughs> 一緒にたくさん食べようね。さっうん。けど、あんまり食べ過ぎないようにね。お腹ぷよぷよになっちゃうよ。うぷ、ぷよぷよはやだなあ。部活いっぱいやれば太らなくて済むんじゃないよーし。おしたくさん食べても大丈夫だように。高校ではいっぱい部活して、健康ボディを手に入れてみせるだね。無理ない範囲で頑張ってね。 先、けどコンビニでお菓子買うのはほどほどにねうんってでもちょっとだけならいいの健康ボディになるんでしょうん今日のいっちゃん厳しいよ <laughs> 冗談冗談それで今日は何食べよっかあじゃああっちのカフェ行ってみようよでも私 いっちゃんのスマイル欲しかったな。ねえねえ、お願い。勤務時間外なのでできません。ええー、いっちゃん、今日はわざわざお見舞いに来てくれて、本当にありがとう。うんうん。むしろ、あんまり来られなくてごめんね。全然だよ。ここまで来るの、新幹線使っても2時間かかるし、交通費もすごいかかっちゃうんだもん。 ほら、あたしが木から降りられなくなった時あるでしょああ。思い出した。さきが降りられなくなって、助けようとして私も木に登ったんだ。そう。ねえ、二人とも降りられなくなった。うふ。確かに私、考えなしに動いてたね。えちょ、ちょっと話してください。 うんあっあっいちゃんすみませんこの子と待ち合わせをしてたものなんですけど何かご用ですかレレオニードの嘘もし何か用なら私も一緒に聞きますご用件は何でしょうか すごい人たちじゃなくてよかった。実は歌詞を書いてる途中、ミクたちのことを思い出してたんだ。え私たちのことうん。さたちと出会えたことは、私にとって、すごく幸せなことなんだけど、同じくらい、ミクたちと出会えてよかったなって思ったんだ。ミクたちのおかげで。 いろんな音楽を知って、私の世界はすごく広がったから。それで今は、みんなとバンドを組んで、4人でプロを目指せてる。ミクたちがいなかったら、今の私はいなかったよ。本当にありがとう、ミク、みんな。私と出会ってくれて、こんな出会い、生まれ変わったってあることじゃないよね。 一家。一か,かって、たまに急にかっこよくなるよね。お、それわかるイケメンッちゃんが降臨するときあるよねえ<う>俺も、そう思う。ふふ。さき、これから、ゆっくり作っていこうよ。みんなとの時間、ルカの言う通り。 焦らなくて大丈夫だよ。だってこれから私たちは、ずっと一緒にいるんだから。いっちゃん。うん。うん司法、私たち本気だよ。散々待たせちゃって。ごめん。でも、もう司法一人にはしない。これから。 一緒の道を歩かせてほしい。シホ、私は、誰に何言われても、シホと友達でいたいよ。よかった。ほなみ、笑ってくれた。ほなみ、いいんだよ。だって私たちは、 ほなみと一緒にいたい。<laughs> もうほなみのこと、一人になんてしない。これからはずっと、一緒だよ、うん。ありがとう。みんな。そういえば、みんなはさっき何をお願いしたのお願いって、お参りのうん。みんなどんなお願いしたのかな 私は今年もみんなと一緒にいられますようにってお願いしたよ。